お母さん、部屋に入るときはノックぐらいしてよ。いい加減勉強しなさい。ゲームの募集。そんな、私たちの命の次に大事なゲームを。なんて無慈悲なお母さんなんだ。いつか絶対返してよね。まったく、いつも勉強勉強勉強って本当嫌になっちゃうよ。勉強の何がそんなに大事なの。そう、どうにかしてゲームを取り返さないと。とにかく勉強はするから返してってお母さんに言いに行こうよ。ちょっと勉強してなかったぐらいで部屋に閉じ込めるなんて、これはもう虐待なんじゃないの。これからの時代は勉強じゃないんだよ、ゲームなんだよ。そうなの、バロー君。将来俺はプロゲーマーになるからね。今するゲームも勉強みたいなもんじゃないか。そう、何としてもスイッチを取り返さないと。そうは言っても部屋には鍵がかけられちゃってるし、どうやって取り返しに行ったらいいのかな。夢を諦めるな、ばあちゃん。それもそうだよね。どうにかして、とにかく部屋から抜け出すぞ。ゲーム大好きっていう君は、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ふう、言いたいことも言ってすっきりしたし、それじゃあ勉強でもしようっと。はぁ、ちょっと待たんかい。勉強なんかしてる場合じゃないよね。スイッチ取り返すんでしょ。いや、そうは言ったものの、完全に鍵閉められちゃってるし、お母さんに見つかったら大変なことになっちゃうからな。今ゲームしないとオイルの未来が大変なことになっちゃうよ。こっちのドアが閉められてるんだったら、こっちの窓から脱出するよ。もう仕方ないな、バナオ君は。それじゃあゲームで培った戦略を駆使して、お母さんからスイッチ取り返しますか。だね、バナオ隊長についていきますよ。まずいね。あそこでお姉ちゃんが水やりしてるよ。くっ、あれはお母さんの従順なるしもべ、危険だ。うわぁ、まずい、バレちゃったよ。お母さん大変、勉強サボってゲームしようとしてるよって、お母さんにチクってる。なんてこった、あの野郎。応募そうなんだら、俺たちバレちゃうじゃないの。とにかくここは危険だな、一度部屋に引き返そう。よし、行くよー。って、わぁ、ぶん回したね。宿題2倍に増やすって、そんな。くぅ、ここまでか。ゲームオーバーが早すぎる。お母さん、宿題2倍って言ってたけど10倍くらいになってるよ。くそー、夢を諦めて勉強するしかないのかな。 1+1 はゲーム、 2+8 はゲーム。ダメだ、ゲームのことしか考えられないよ。イージーゲームかと思ったら、お姉ちゃんがいることでハードモードに変わってるみたいだな。こうなったら、あの人をまずは何とかするしかないぞ。だけどお姉ちゃんはお母さんの味方だし、どうやって何とかするの。お姉ちゃんはがめついからね、賄賂を渡したらいいんじゃないかな。なるほど、お姉ちゃんを買収するっていうことか。そうだよ。それだったら僕たちの小遣いで手を打ってくれるんじゃないの。いや、これだけだとまだ足りないかもしれないな。しょうがない、とっておきの新発売のお菓子にコーラもつけたらいいんじゃない。くっ、だるまくんめ、大盤振る舞いじゃねえか。だけどどうする、今日のおやつないかもしれないぞ。めちゃくちゃ楽しみにしてたけど、スイッチを取り返すためなら仕方ないよ。それだけあれば、あの姉ちゃんも一コアでしょう。だね、これは僕たちの全財産なんだから、失敗は許されないぞ。だけどお姉ちゃんが味方にさえなってくれたら、もう怖いものなしだよ。スイッチ救出作戦開始だよ。お姉ちゃん、オイルたちと取り引きしない。ほら、これいいもの持ってるよ。コーラにポップコーン、それに僕たちのお小遣い。それあげるから、お母さんにチクらないでよ。わかったわ、手を組もうじゃないって。これでお姉ちゃん買収できたから、早く家に入ろうよ。だね、ほんとバナ君、お主も悪いよの。なんじゃこりゃ、玄関の鍵が閉まってて、お姉ちゃんごと外に締め出されちゃってるよ。せっかく部屋から抜け出せて、お姉ちゃんも味方につけたのに意味がないじゃん。そう、どこかに鍵隠されてないのかな。従順なしもべのお姉ちゃんを外に置き去りにするはずないし、確かにどこかに鍵が隠されてる可能性は高そうだな。ここか、違うか、もっと大きいここじゃない。おー、鍵が見つかったよ。なに、発見がよかしいか。イージーゲームだね。よし、鍵ゲット。お母さんが考えていることなんて見通しなんだよ。よし、それじゃあ入るぞ。開け、ポッピン。ひひー、お母さんに見つかっちゃった。どうやらおらたちの考えもお見通しだったみたいだね。ちくしょう、また宿題増やされちゃったね。お小遣いやお菓子を失ったのに、得たのは宿題だけか。こうなったら何が何でもスイッチを取り返さないとやって
く玄関以外の侵入方法を探さないとね。とは言っても他に侵入できそうな場所なんてあるかな。全然見当たらないけど、こうなったら穴でも掘って入る？なるほど、その手があったかって。だけどどこに出るかわからないし、またお母さんに見つかっちゃう可能性が高いよ。それだったらこのリビングの窓なんてどうかな。さっきは玄関の前に立ってたからリビングは危なそうだね。となると他に入れそうな場所といったら2階の窓くらいしかないぞ。確かにあそこなら鍵もかかってないもんね。とは言ってもどうやってあの窓まで行くかだよね。好きなことで生きていくためには多少の試練は仕方ないよね。そうだね、こうなったら危険だけど、こうやって壁を伝って渡っていくよ。よし、頑張れ、バナーケン。ナイス、もういっちゃおう。うまい。よし、私もバナーケンを見習って。ねえ、よし、よし、怖いね。ああ。大丈夫？この電柱細いからちょっと掴みにくいよ。だけどまだまだ諦めないよ。のんびりしてたらお母さんが来るかもしれないし、急がないと。ねえ。すごい。なかなか汗かいちゃって滑っちゃうよ。カシ君も頑張れ。このハラハラたまらないよ。大丈夫大丈夫、これぐらいにして。ゲームで何度もクリアしたことがあるからね。イージーゲームだよ。よいしょよいしょ。うまいうまい。難しいねこれ本当に。一人もかけることなく2階の部屋にたどり着けてよかったね。部屋には魔王はいないか。いないみたいだよ。それは今が探すチャンスみたいだね。けっけっけ、やってやったな。まさかオイラたちが2階から入れるなんて思ってもないだろうね。よし、それでは早速僕たちのスイッチを探そうよ。探すまでもないよ、ここに怪しそうなものがあるの。本当だ、きっとそのチャストの中に隠されてるんだよ。イージーゲーム、イージーゲームってなんだこれ。パスワードがかかってる。こしゃくな真似をするじゃないか。どうにかしてそのパスワードを解き明かさないとね。それも魔王がこの部屋に来るまでに。ここになんかあるけど俺にはなんか書いてないのかな。お母さんのことだからな、何かヒントを残してるに違いない。どれどれ。あの子たちは何度言ってもゲームをやめないんだから、しっかり隠しておかないとね。デファレンスマークにみんな勉強しろって書いてある。ここに来てまた勉強。口を開けば勉強と思ってたけど、わざわざノートにまで書くなんて勉強の鬼じゃないの。それにパスワードも何も残してくれてないんかい。で、待てよ、だけどわざわざどうして米印をつけていたんだ。あ、デファレンスマークか。ここだけちょっと文章がおかしいね。文章がおかしい。確かに言われてみればみんなと白だけカタカナになっている。何か意味がありそうだね。国語を勉強しろって言ってるお母さんがわざわざ間違えるとは考えがたいな。それがヒントなんじゃ。ということはみんなと白を数字に変えると3746。そこ試してみようよ。これぐらいの謎解きゲームと比べれば簡単だったな。きっと合ってるに違いない。3746で、やったぞ。任天堂スイッチが入ってる。クリーパーを倒すぐらいの DG ゲームだよ。よし、これを持ってオイラたちの部屋に戻らないとねって。うわあ、お母さんが来ちゃったよ。バレちゃったね。カンカンに怒ってるよ。あと少しだったのに惜しかったね。しかし隠している場所も分かってるし、パスワードも解読している。もうこっちのもんだよね。よし、それじゃあさっさと取りに行くぞ。まるーて、あれ、お姉ちゃんがいなくなったよね。どこに消えたんだ。これは雲行きが怪しくなってきたよ。取引したからとりあえずは大丈夫だと思うけど、気をつけながら進まないとね。大丈夫大丈夫、自分たちの力を信じて向かっていくよ。よし、寝室には異常なしだよ。今の間に上がってくるんだ。だけどさっきと少し状況が違うからな、念には念を入れて注意した方がいいかもしれないぞ。お姉ちゃんがポップコーン食べ終わってるからもう僕たちと手を切った可能性もあるし。裏切り者の可能性があったか。でももうスイッチは目の前だし関係なさそうだね。うんうん、サクッと開けて取り返しちゃおうよ。まれ、3746と。で、あれ、スイッチが入ってないぞ。うわー、急に大きな音流れ出してるんですけど。一体これは何なの。まずい、お母さんが来るかもしれないから急いで隠れるんだ。まれー、バナくん、こっちこっち。ギリギリセーフだったみたいだね。危なかった。まさかあんなトラップまで仕掛けられてるなんて。母さんもなかなか本気だね。僕たちが部屋にいないか、しらみつぶしに探してる。ここで見つかったら、またお母さんに部屋に戻されちゃうよ。でも見つかってないみたいだし、降りてったね。
間一髪ギリギリセーフだったな。きっとお母さんが僕たちが部屋から脱走してスイッチを取りに来たことが分かるようにユーザーを取り付けていたんだよ。泣きながらあっぱれとは言いたいけど、オイラたちのレベルを超えることはできなかったみたいだね。でもそそくさと1階に降りてったってことは、もうこの部屋にはスイッチがないってことなんじゃない？確かにね。それにアメジスト以外に怪しい隠せそうなところもないしね。わざわざ場所を変えるなんて小釈な真似をしてくれるじゃないの。もうこの部屋には用はないし、とりあえず1階に行ってみるよ。だね。ここには他には部屋はないし、だけど下にお母さんいるかもしれないから気をつけないと。廊下にはどうかな？お母さんいる？いなさそうに見えるけど、キッチンにもいないね。ここはお母さんのテリトリーだからな、迂闊に入らない方がいいかもしれない。リビングとか怪しそうだけどどうかな？なんてこったい。お母さんサイドか、オイラたちサイドか、曖昧なお父さんがいるね。どうする？話しかけてみる？いや、下手に刺激すると危険かもしれないから、何もなかったふりをしてこっそりスイッチを探した方がいいんじゃないの。確かにそうだね。この辺にスイッチあったらいいんだけど。お父さんどうしてんのかな。どうもしてないけど、一緒にテレビでも見ようやって優しい言葉を投げかけられてるよ。テレビもいいけど、僕たちちょっと探し物があるからね。お母さんなんでこんなところに。お父さんが思い出すから、お母さんが来たみたいだよ。部屋中が宿題の山になってる。このままじゃ宿題に殺されちゃうよ。ここまで来てスイッチ取り返せなかったら、ただ単に宿題を山盛りにしただけのアンコンタじゃないの。とは言ってもこの宿題の山で窓まで下がれちゃったし、とうとう出入り口もなくなっちゃったよ。でも諦められないよね。バラオくん、今日はガッツがすごいじゃないの。だけどもう出られないんだから、ここは諦めるしかないんじゃないのかな。また別の出入り口を探したらいいんじゃない。穴でも掘るつもりか。元から開いてる穴があると一番いいんだけど。あれ、お母さん最大のミスを犯しちゃったね。一体何のこと。ほら、あそこの上を見て。何って宿題がただ天井近くまで山積みになってるだけじゃないの。そのもっと上だよ。あれって換気口。あれ、お母さんが宿題を積み上げすぎちゃったから、あの換気口までこうやって登っていけるようになってるんじゃない。おいおい、お母さん敵に塩を送っちゃったみたいだな。ダメ。よし、この宿題を登って換気口から脱出するよ。二人ともついておいで。もう見たくもなかった宿題が味方をしてくれるなんてね。それで大魔王は一体どこにいるんだろうな。廊下にはいないみたいだね。それにその先のお風呂やトイレにもいないみたいだよ。ってことはキッチンかリビングにいるのかな。その可能性が高そうだね。まさか私たちが換気口にいるなんて思わないだろうから、上からこっそり様子を見てみようよ。なんかスパイみたいで楽しいね。リビングにはお父さんが寝てるね。さっきはお父さんのせいで見つかっちゃったからな。ほんとなんてのんきなんだ。悪気がないのが一番厄介なんだよ。怒れないしね。だけど今は気持ちよさそうに寝てるし、問題はなさそうだね。ってことは大魔王は、うわー、ここにいたよ。まだプンプンに怒ってるぞ。にしても怪しくない？怪しい。一体何が？ここにオイラたちがいるわけじゃないのに、べったりキッチンに張り付いてるじゃん。何かを守っているのかもしれないな。普通ならオイラたちの部屋の前で見張っててもいいのにね。絶対あの辺にスイッチが隠されてるんだよ。なるほど、2階のチェストの中にはもうなかったし、その可能性が高そうだね。とは言ってもお母さんがあそこで見張ってるし、どうやって行ったらいいのかな。お母さんをテリトリーから別の場所へ移動させる方法か。ちょっと待てよ。僕、いいことひらめいちゃいました。さすがカッシー君。それで、そのいいことって何なのよ。まずは、廊下に降りて、玄関の扉を開けるんだ。ってことは、こっから降りたらいいの？お母さんは大丈夫かな？バレてないみたいだよ。それで玄関に来てどうするんだよ。まずはドアを開けて、玄関の鍵が閉められないようにしておこう。それから、それから。続けて、キッチンのお母さんにバレないように2階に上がるんだ。あれ？よし、あっち見てるから今でうちだよ。メイク、これだけでもヒヤヒヤしちゃうね。それで寝室に来て何するのよ。ここにはスイッチも置かれてないし、クレイにあるの？確かにもう用事はなさそうだけど。チッチッチ、ここにあるあるものを使ってお母さんをおびき出すんだよ。そう、そのあるものとはブザー付きのパスワードチェスト。なるほど、わざとこのブザーを鳴らすってことだね。そういうことです。そしておそらくお母さんは2階に上がってくるから、僕たちは窓から下へ飛び降りて玄関の中に入り、気を見てキッチンに突入するんだ。おー、ナイスな作戦だね。早速
く捜索を開始しよう。なれ、まずはチェストのパスワードを入力せ。おぉ、ウサが鳴り始めたよ。よし、早く脱出するよ。ウサギ、ウサギ、これとも怪我しないように気をつけて。お、ナイス。おぉ、ウサギさんみたいに順番に。あー、ダメだ。これでお母さんの様子は一体どうなってるのかな。キッチンの方で慌てて見てるんだけど、なんか簡単に怒ってるし、これはウサギに気づいたんじゃないのかな。早く上に上がってほしいなって言ったみたいだぞ。なんかチャンスよね。よし、それじゃあカッシー君が開けてみた玄関から早速中に侵入していくよ。お母さんのテントにね、早くスイッチ見つけないと。お母さんが戻ってくるまでは総時間がないから急いで探さないとな。にしてもどこに隠してるんだろうね。隠せそうなとこがたくさんあるからね。とにかくしらみつぶしに探さないと。何が全然見つからないよ。急がないとお母さんに戻ってくる。これ見てよ、今日のおやつはケーキだ。俺らたち宿題を終わらせないのにあるのかな。ないかもしれないな。見慣れないレモンもあるよ。めめ、これはめちゃくちゃ怪しいな。ちょっと見てみようよ。スイッチのありかが書いてあるといいんだけども、スイッチの隠し場所を忘れないようにメモしなくちゃ。木は木でもたくさんショックを受けた木はなんだって書いてあるな。スイッチの隠し場所の謎解きだね。木は木でもってことはこの辺の草木の中にあるのかな。とは言ってもたくさんショックを受けた木って一体どれだろう。やっぱりトゲトゲしてるサボテンじゃない。サボテンは木じゃないからな。やっぱりないぞ。ないか。外の鍵みたいにこの大きな花の下はないか。ショックを大量に受けた木。一体何回受けたんだろうな。10回か100回か1000回か。ショック1000回。なんか惜しい感じするね。キッチンに関連してショック1000回。そして木っていうのもポイントだからね。となると花尾くんが言っていたショック1000回に木をこんな感じで組み合わせるとショック1000木？むって、バナ君、むってなんだよ。直線木の下よく見てみてよ。直線木の下？隙間空いててチェストが隠されてるよ。きっとこの中に私たちのスイッチがあるんだ。よし、これでゲームクリアだ。うんうん、中には僕たちのスイッチがちゃんと3つ入ってる。よし、あとは安全に家に戻るだけだね。ああ、それにしてもお母さんにバレなくてよかったね。最大のモンスター出現。ゲー、どうしたんだ。パパとゲームしようよって言ってるけど。お父さん弱いからまた今度ね。とにかく私たちは今急いでお部屋に戻らないといけないから、もう待たんね。お父さん、お父さんずっと寝てたし退屈だったんだろうね。ヒエー、オーケー。 お母さんにバレちゃったよ。あんたたち寝しぬきだって。それだけは勘弁してください。お父さん、私たちをかばってくれてるみたいだよ。お父さんかっこいい。その調子でお母さんを説得してよ。やれ、お父さんが甘かったら悪い。あんたも寝しぬきって言われてるね。かわいそう。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくね。秘密基地にも遊びに来てくれよな。 Twitter と Instagram も